ようこそ皇室ジャパンへ。天皇陛下と皇后陛下のご長女である愛子さまが3月20日に学習院大学をご卒業されました。新たな門出として4月より日本赤十字社での勤務を開始され、公務にも精力的に取り組まれる予定です。愛子さまはコロナの蔓延という未曾有の状況の中で大学生活を過ごされ、多くの制約のある中でも家族を思いやる心を常に大切にされてきました。今回はそんな愛子さまの大学時代の歩みを振り返り、そのご成長とご活躍に思いを馳せてみましょう。ぜひ最後までご覧ください。桜色の振袖と紺の袴を身にまとい、春の訪れを感じさせる装いで卒業式に臨まれた愛子さま。その優しい色合いの振袖は愛子さまに大変よくお似合いでした。成人されてからの愛子さまは一段と美しさを増し、これからも女性としての魅力を磨いていかれることでしょう。卒業式に際して愛子さまは宮内庁を通じて能登半島地震の被災者の方々へ心温まるお見舞いの言葉を寄せられました。また大学関係者や友人、そして両陛下への深い感謝の意を表されていました。大学4年生になった時、ようやく大学での対面授業が再開されました。以前は当たり前であったこれらのことがいかに尊いものであるのか実感することとなった学生生活でもありました。高校までの友人たちとの嬉しい再会とともに、大学入学後の新たな友人たちとの交流も始まり、学年の枠を超え友人たちと一緒に授業を受けたり、直に話をして笑い合ったり、学内のさまざまな場所を訪れたりしたことは私にとって忘れることのできない一生の思い出となりました、と綴られています。将来の勉学について現在はまだ具体的には考えてないとしつつも、社会人としての自覚と責任を持って少しでも社会のお役に立てるよう公務を務めていきたいと思っております、と最後を締めくくられていました。愛子さまはこの4月より日本赤十字社にて嘱託職員としての新たなご勤務を開始されます。成年皇族として公務にも精力的に取り組まれることでしょう。この新しい章の始まりに先駆けて3月26日からは伊勢神宮と神武天皇陵へのご参拝が予定されています。愛子さまが伊勢神宮や神武天皇陵へお一人で参拝されるのはこれが初めてです。ご就職前の貴重なお時間を自らの意思で皇族としての重要な責務を果たされるためにお使いになる姿は大変感動的です、という皇室ジャーナリスト。2020年、愛子さまが学習院大学にご入学された際、世界は新型コロナウイルスの影響を強く受けておりました。緊急事態宣言が発令され、大学は閉鎖を余儀なくされ、授業は完全にリモート化、新しい形のキャンパスライフが始まりました。愛子さまはこの4年間の大学生活で多くの困難に直面されました。
特にコロナがもたらした影響は計り知れません。自由に学び交流することができたのは3年生になってからのことでした。この世代はコロナの影響を最も深く感じた世代と言えるでしょう。愛子さまは大学での通常講義が再開されたにもかかわらずリモート授業を選ばれました。これは天皇陛下と皇后陛下との同居生活において万が一の感染リスクを避けるための配慮からであると考えられます。その結果他の学生たちよりも少し遅れてキャンパスへの復帰を果たされたのです。と話すのは名古屋大学の笠井准教授。年の近い皇族は大学での授業だけでなくサークル活動や海外留学を通じて充実した学生生活を送られてきました。しかし愛子さまの場合はそのような経験がなかなか難しい状況にありました。授業への出席も困難で課外活動や留学の機会も限られていたため他の学生が当たり前に楽しむことのできる経験、例えば大学からの帰り道に友人たちと気軽に遊びに行くといったことも愛子さまにとっては難しいものでした。それはもちろん愛子さまに限ったものではありません。愛子さまは特別な行動をとるのではなく他の多くの学生と同じように困難に立ち向かい現実を受け入れながら大学生活を精一杯楽しんでいました。それは特別な行動をとることではなく与えられた状況の中で最善を尽くすことに他なりません。逆境にもめげず学業に励む一方で友人たちとの深い絆を育んでいました。そして何よりも家族との貴重な時間を大切にしていたのです。仲の良い家族との温かい時間はしばしば私たちの心を和ませてくれました。家族を思いやり強い責任感を持つ姿は新たな職場でもきっと輝くことでしょう。2月23日に行われた天皇陛下の誕生日会見では愛子さまの就職に対して人のために何かできればという思いを以前から持っていたように思いますと述べられています。愛子さまがご卒業後の進路をお決めになった際両陛下は大変驚かれたと伝えられています。多くの方が大学院進学や海外留学を予想されていた中愛子さまが選ばれたのは社会人としての道でした。この選択は他者を支えたいという強い願い、そして何よりもまずご両親のお力になりたいという深い思いから来ているのではないでしょうか。愛子さまの優しさと責任感が感じられるエピソードですね。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。